ヒロです、今回もですね、いただいた質問にねどんどん答えていこうと思います。で今回ねいただいた質問が、結構ね前に質問していただいたんですけど、もちろんこれにもコメントでね返信させていただいております。で、セネガルスをね60センチ水槽に移しました。でしかしあの水槽のね、そこのねガラスでポリプの姿がね反射してしまってるんだそうです。セネガルスのね姿が反射してしまってます。大丈夫でしょうかっていう質問なんですけど、まあね、基本としては問題ないかなと思います。まあそういう感じで飼育されてる方もね結構います。はい。なんでストレスでねたまに稀に拒食症になってしまったりとかね餌食べなくなってしまう個体がいるんですけど、餌食べてないわけでなければまあ基本的に大丈夫です。問題ないと思います。はい。あとはただ良い面としてはベアタンクになるわけなので、底砂利がないのでねもちろん掃除はしやすくなると思います。ただね他のフィルターのねろ過能力を結構強くしないとやっぱねろ過が間に合わなくなっちゃうので、まあ、そこら辺はちょっと問題かなと思います。あと、自分であれば基本的にベアタンクにはしないですかね。ポリプの場合はもちろん水槽の大きさにもよるんですけど、まあ、120とか150ぐらいの大きさであればやっぱりガーネットサンドをね引きます。どうしてかというとやっぱり色飛んじゃうんですよ。あのガーネットは黒とかねそういう感じの砂を引いちゃいますね。どうしてもあのベアタンクやってしまうと下がねあの透明というかねあの白っぽい感じの印象になっちゃうので、そのポリプの色がね飛びやすくなっちゃうんですよね。もちろんねあの飛んじゃって戻んないわけじゃないので、普通のね水槽にしたらもちろん色は戻るんですけど、やっぱりね飛んでしまうのでちょっとバンドがね綺麗に出なかったり、まあ、セネガルスはそんなバンドはあんまないですけど、デルヘジとかねあのエンドリケリとかだったらバンド結構いいじゃないですか。あとねあのビキールとかだったらやっぱ緑のあの感覚っていうのがやっぱりどうしても下がね、透明とかになってしまうと飛びやすくなっちゃうので、まあ、その色をね出したいなって俺は自分は思うので、あのガーネットとかね黒い、砂をね引いたりしてやっぱ薄くでも、ね、引いちゃいますね。まあもちろんね暴れちゃうんで巻き上げることも全然あるんですけど、まあ、軽く引いた方がいいかなとは個人的に思ってます。本当にさっきお伝えしたようにまとめてしまうとね、あの餌が食べてなれば問題ないです。はい。でただベアタンクだと思うので、その他のね、ろ過装置の能力をねちょっと強みにしてあげればろ過の崩壊とかないと思うので、そこだけね注意してあげればバッチリだと思います。はい。でこの他にもねいろんなこういう感じの質問をね、ぜひ受け付けてますので、こういうね動画を一個一個、撮ってね、綺麗に回答させていただきたいなと思うので、もちろん、ね、コメントでも、前もってね返信をさせていただきます。なんですけどぜひねこういうの撮って、お伝えしていきたいと思うので、ぜひねコメントどんどん、ね、お待ちしてます。本日もねありがとうございました。